藤田勝介です。今日は僕の中価値35を紹介したいと思います。グローブショベルと入っています。僕はスプリットでよく行くんですけど、シールはこのポケットに入れています。中がフリースになっているので、ゴーグルをそのまま入れてもレンズが気づかないようになっています。1階と2階で部屋が分かれているのがいいところです。で、僕は上にカメラを入れています。写真が好きなのでここで取り出しやすいようにしています。メインの部屋ですけど、ダウン、インナーのウェアです。水筒だったり入れています。背負って左肩に来るようになっているので、喋りやすいところに無線ポケットがあるのでここに入れています。僕はこういう小さいブラシとか、まあ、ワックスだったり、こういうスクレーパーとか、山頂で凍ったりとか雪がついたり、いろいろとこういうのは使えるものなので入れています。ここに柄の方からすっぽりと収まる設計になっています。こう長いタイプのストックですか、こう人にこう刺してもらって止めると、こんな使い方もできます。僕は上はこうやって外しちゃって、下は伸ばしてここに軽量刺す感じでいつも入れています。で、あとはこう締めてもらって、最後はこっちをタイトアップして、これでどこでも登れます。